はい、ひろしです。はい、ということでね、ちょっと今日時間ギリギリになっちゃったんですよね。はい、こちら東京都知事選挙にね、投票しに行きました。今19時前ぐらいだから結構ギリなんだけど、早速投票していきたいだ。あやーす。ちょっとね、ここの投票所初めて来たんだけど、渋谷区の松濤中学校ってとこで、前まではあの港区の白金に住んでた時だから、あの三高小学校ってとこで投票したんだけど、いやここ初めて来たけどさ、これ渋谷区立松濤中学校、人少ねえな。前ね、三高小で投票した時はもうちょっと人、あ、もうちょっと出てきたな。なんかあんま人いないっすね。誰に投票しようかな。後藤輝樹に入れた。はい、投票完了しました。はい、いや前回ね、あの参議院選挙の時、立花隆ちゃんにね投票 したんですよ僕。そう、まあ、面白いかなと思って受け狙いで投票したけどね、まあ結果ねちょっとあんま良くなかったかなって思ってね、ちょっと後悔してるんで、今回は真面目に投票しました。はい、でね、まあ後藤輝樹さんね、あのこの鉛筆で書くとこまでねちょっと行きそうだったんだけどね、まあさすがに両親がとがめたんでやめましたね。やっぱ、ね、こういうのはね真面目にしないといけないからね。でも後藤輝樹さんね、普通になんか YouTuber としてやってくんだったら全然いけると思うから、わざわざ政治やんなくても普通に YouTuber としてやってったらいいんじゃないかなと思います。立花隆さんはね、ちょっとね、もう一回っていうのはちょっとないかなって感じですね。いや、政見放送のねネタが滑ってた。あれがね面白かったらちょっと考えてあげてもよかったけどね、ちょっとあの滑り具合はねダメだね。もうちょっとちゃんとネタ合わせとかしっかりやって、後藤輝樹さんぐらいネタ考えてからやった方がよかったんじゃない。はい、ということでね、都知事選挙ギリギリですが、投票してきましたね。ちょっとね、幸福実現党のあれをね、落選祝杯をあげられないのがちょっと残念ですがね。はい、ということで、にしても人少なかったな。はい、そんな感じでございました。